ピンと尖った毛並みに愛くるしい表情見るだけで癒される人気のスイーツが須坂市にあります店主の小林さんが作るのはハリネズミをモチーフにしたカップケーキですデコレーションに使っているのはバタークリーム凹凸のある顔や毛の一本一本まですべて手作業で描いています え今日のうちはやっぱりこのすやすや寝てる子かしら、ねこの子とか、かわいいかも。基本のパターンはありますが、一つ一つ、微妙に表情が変わるのは手作りならでは。それが特別感を生み、多くの人が贈り物として購入しています。 やっぱり一つ一つ丁寧に作ったものっていうのを置き続けることでよりあの手に入れた時の幸福感だったりだとか喜びは裏切らないかなと思うのでこのペースで作れる量をきちんと手作りでこだわって作ります実はこのカップケーキコロナ禍のある部分で一役買っていました。そのきっかけは およそ1年前に導入したという自動販売機大胆にもカップケーキを自販機に入れ24時間購入できるようにしたのです買っていくお客さんはきょうはあの子どもが食べたいって言ってたので仕事で疲れた時にちょっと甘いものを食べたいなっていう時に買ったりあと買いたい時に買えるのですごく都合がいいです。 元々は狭い店内でで密を避けるたた。めのアアイデアでしたすると近隣病院の医療従事者が夜勤明けに買って帰るなどコロナ禍の人々を明るい気持ちにさせたといいますそして今年のバレンタイン小林さんが考えたのは華やかなハリネズミとは正反対のシンプルなココア生地のクリームマフィン。 購入後、お客さん自身にデコレーションを行ってもらおうというアイディアです子どもたちが友チョコ作りとか、今年はやめてしまおうっていう流れがやっぱりあるんですけど、一、まあ、から手作りは難しくても、まあ、そういうのを使って、少しあの明るい、ね、あの気分におうちでなれるように、うん、役に立てればいいなとせっかくなので、私、 斉藤もデコレーションに挑戦。本当になんだか子供に戻ったような気分でワクワクしますね。あ、ちょっといい感じじゃないですか？これで出来上がりです。こうなんか実際にデコレーションしてみると楽しくて、もっと飾り付けたいっていう気持ちになりますね。 食べる人の心に寄り添うスイーツを作りたいという小林さん思いのこもったカップケーキが幸せを運んでくれそうです